皆さんこんにちは。スポーツ宅配便の時間がやってきました。社会体育指導員の清坂と、はじめまして、障害学習スポーツ科の岡本です。今回は2人で射水市のスポーツニュースをお届けします。7月に入り、毎日暑い日が続いています。感染症予防に加え、熱中症予防対策も万全にして安全にスポーツを楽しんでください。それでは今回のニュースです。まず1つ目の話題です。6月5日にカターレ富山市町村サンクスで射水市の日が開催されました。岡本さんは現地でむずむずくんとカターレ富山の応援に行ったんですよね。はい、むずむずくんと一緒にカターレ富山の応援をしてきました。試合結果は1対0で蒲田マーレサヌキに見事勝利しました。また射水市の観光 PR ブースでは白エビが乗っている射水焼きそばや鬼盛り白エビ天丼が大人気でした。今年はテックボールを体験できるコーナーもあったそうですが、テックボールはどのような競技なのですか？テックボールは卓球とサッカーを組み合わせたハンガリー発祥の新しいスポーツです。湾曲したテーブルを使用し、サッカーボールを足や頭で打ち合い得点を競います。オリンピックの新種目としても新鮮中なんですよ。プロの選手と一緒にテックボールを体験した子どもたちはとても楽しそうでした。テックボール、子どもたちに人気が出そうですね。続いての話題です。6月18日にオリバースポーツフィールド射水で損保ボールゲームフェスタが開催されました。午前中は遊び場が開催されました。参加者の皆さんの様子はどうでしたか？親子で参加した皆さんは、アンバサダーの青木愛さんや元ラグビー選手の岡村かなめさん、向井陽さんの3人と新しい人工芝の上でのびのびと元気よく体を動かしていました。午後からはキッズチャレンジが開催されました。元日本代表選手やプロのアスリートの方々に直接指導を受けられる貴重な体験の場となりましたが、参加者の皆さんの様子はどうでしたか？サッカー、アメリカンフットボール、ソフトボール、ラグビーの4種目を体験しました。それぞれトップアスリートの皆さんに教えてもらい、子どもたちは汗を流しながら楽しそうにチャレンジしていました。最後は講師の方々に肘タッチで見送られ、満足そうにしていました。新しくできたオリバースポーツフィールド射水でたっぷりとスポーツに触れた一日になりましたね。続いてはアランマーレの今月のホームゲームの予定。チケットに関しては掲載の通りです。詳しくはアランマーレホームページをチェック。皆さん、ぜひホームゲームに足を運び、アランマーレを応援しましょう。アランマーレ頑張れ。今回はここまで。皆さんいかがでしたか？スポーツ宅配便では射水市のスポーツを応援します。それではまたお会いしましょう。